機関あとは頼むぞ。ジョーク、何やら得体の知れない女です。殿の身に危険が及ばねばよいのですが。父の判断だ。何も言えない。戻るぞ。守りを怠ればいらぬ叱責を受けよう。魔王オロチは倒れた。だがその後もダッキラオロチの残党が跋扈し、無双の英傑のうちにも乱を起こす者が現れた。政宗は亡き友オロチの世を継ぐべく立ち、董卓は七肉林の夢のため棒を振るい、呂布は天をつかむべく檄を掲げた。そして彼らに続き葬儀を復興させた曹操もまた故曹丕に守りを任せ、ついに兵を発した。その曹操の傍らには謎の美女徐佳の姿があった。徐佳、ダッキは何を企んだ。さあ、そこまでは知らぬ。ただこそこそと動いているのは確かだ。聞くも愚かであったか。奴は乱を起こすことしか頭にない女であったな。ご忠臣、前方にお猿が率いる軍勢発見。お気をつけて。ではドローン。ドローンって誰なん、あのはっちゃけた子。患者の一種、忍びというものに有能ゆえ召したが役に立ったようだな。あの者を猿が率いる軍と申していたが、面白い。その名誉な軍と対面してみよう。やっと獲物を見つけたぜ。なんでジョカまで嫌がんだ。ジョカ、あの猿をお前は知っているのか。俺に出ろって。さて、どうかな。次に会った時が貴様の最後だ。俺に出ろって。逃げ込ましたった。その勢いで突き殺しよ。俺に出ろって。次に会った時が貴様の最後だ。敵将撃破したか。俺に出ろって。まあよかれ。敵将撃破したか。その勢いで突き崩すのだ。ここは引かねばなるまい。敵将悪いな。褒めておこう。いや、そこからおしゃれ。ひとまず完成体だ。敵将撃破。突き崩すのだ。敵はバレない。敵将俺に出ろと。悪くない働き。褒めておこう。私の恨みを買うとは哀れなやつめ。敵将いてこましたった。
その勢いで突き崩すのだ。してやられた。敵将打ち壊したった。悪くないだ、褒めておこう。いじめっ子、いてこまし鍛錬。貴様の血肉を食らい尽くしてやるわ。敵将いてこましたった。俺に出ろって。敵将いてこましたった。うちの出番や。大活躍です。やるじゃねえのよ。また来るぜ。ジョカよ、何か隠しているな。この総猛毒を出し抜こうなどと思うなよ。何のことだ。まあよかろう、先を急ぐぞ。お中心、前方の止水管に旅務。怖い顔で待ち構えています。オロチなき世に飽き乱を生むか。よくらしいが、手を置くわけにもいくまい。全軍、指揮官に進軍せよ。